ロゴマーク風刺、またはフシこと、アンサール・アンラーは、イエメン北部、サーダ県から発展し、北部を拠点に活動するイスラム教シーア派の一派、ザイド派の武装組織である。1990年代に、イエメン北部を基盤とする、ザイド派宗教運動、信仰する若者が発展し、フセイン・バドルッティーン風刺が中核となるが、2004年9月に、治安当局により殺害され、 風主派と呼ばれるようになる。この故障は敵対者が用いる故障であり、組織の正式な故障はアンサール・アッラーである。原指導者はフセインのイボテであるアブドルマリクある風主。アブドルマリクが指導者についた頃に、現在の正式故障に落ち着いたとされる。2004年から2010年までイエメン軍と断続的に戦闘を繰り返す。2011年イエメン騒乱に常時 サーダ県を占領して拠点とする。2013年から南部に勢力を伸ばし、2014年9月首都、サヌアに侵攻、以来権限拡大を進めてきた。2015年1月、アブドラッポ・マンスール・ハーディ大統領が陣意を表明したことを受けて、政府の実権を完全に掌握、事実上のクーデターを遂げた。2月にハーディ大統領が人を撤回したため、現在イエメン軍及び、 それを支援するサウジアラビア主導の連合軍と内戦中。スローガンは、神は偉大なり、アメリカに死を、イスラエルに死を、ユダヤ教徒に呪いを、イスラムに勝利を、であり、イランとの連携もあって、イスラエルに恐怖感を与えている。国営サーバ通信によると、フー氏は2月6日、議会を強制的に解散。 スンナ派の政党やハーディー前政権の幹部も立ち会う中、憲法宣言を発表した。発表された内容は、暫定統治機構として5人からなる大統領評議会を発足させ、最長2年間にわたる統治を始める議会に代わる立法機関として551人で作る暫定国民評議会を設立する大統領、評議会構成員候補は、風刺の同意を条件に、 暫定国民評議会で選ばれる内閣を新たに発足させる現行憲法は憲法宣言と矛盾しない範囲で維持されるなどとなっている。サヌアを含めた北部、中部を実行支配しているが南部、東部のスンナハブ族は風刺への反発を強めており、アラビア半島のアルカイダやアイッセルは風刺への抗戦や殲滅を呼びかけている。 イスラム世界のスンナ派諸国も反発を強めており、サウジアラビアなどのスンナ派諸国の連合軍は、国連憲章に基づく自衛権を理由にイエメンへの軍事介入を開始し、スンナ派諸国が多数を占めるアラブ連盟とイスラム協力機構のほか、トルコなどの非アラブのスンナ派、イスラム諸国も軍事作戦の支持を表明した。支配地域の拡大にはイランの協力があると言われており、 首都サヌアでは、イランの輸送機が頻繁に見られる。2015年3月2日、第3の都市タイズの支配を固めた。アリー・アブドンラー・サーレハ前大統領とも、密月関係にあったものの、その後サーレハはサウジに接近。裏切られた形となった風刺は2017年12月4日にサーレハを殺害したことを公表した。2017年5月、国内のコレラ感染が、 深刻化したことを踏まえて、非常事態を宣言。2017年11月以降、複数回にわたり、周辺国へ弾道ミサイルを発射した。サウジアラビアに向けたとして少なくとも二度発射。一度目は、キング・ハーリド国際空港を狙い、二度目は、サウジ南西部のハミースムシャイトに向けてたものとなったが、いずれも標的には命中せず。 サウジアラビア政府はミサイルを撃墜したと発表した。アラブ首長国連邦に向けては、同国西部で建設中のバラカ原子力発電所に向けて弾道ミサイルを発射。風刺側は標的に命中させたと主張するもののアラブ首長国連邦は目標に到達しておらず発射の情報は虚偽と否定している。風刺は独力で生産、保有する弾道ミサイルを ブルカーアン H2 と命名して運用しているが、過去に発射した弾道ミサイルの残骸から、イラン製弾道ミサイル、ディアーム1の部品と同じものが発見されたと報告されている。また、巡航ミサイルについても、公表されたビデオから観察できるミサイルの外見は、イラン製の地対地巡航ミサイル、スーマールと告示しており、イランの影響力を示唆するものとなっている。 2017年12月14日、アメリカのニッキー・ヘリー国連大使は、イランが武器を供給している、具体的な証拠として、フーが発射した弾道ミサイルの残骸を提示。武器の供給時期は不明としながらも、イランによる武器の供給が、国連アンポリ決議の違反だと指摘している。2021年2月10日、フーは、サウジアラビアのアブハー空港滑走路で、 民間航空機を無人機を使い攻撃、爆発させて機体に穴を開けた。サウジアラビアは民間機に対するテロ攻撃だとして非難したが、風刺側は民間機ではなく軍用機だと主張した。2021年1月19日、トランプ大統領は退任間際親イラン組織であることを理由に風刺をテロ組織に指定した。しかしながら、直後に発足したジョーバイデン政権は、 テロ組織指定により物質支援などが制限され、国際連合による和平仲介や人道支援活動への悪影響が出ると問題し、1ヶ月も経たない2月16日付で風刺派のテロ、組織指定を解除することを発表した。ただしブリンケン国務長官は、指導者ら個人への制裁は継続するとと,ともに風刺派の行動を変えるよう圧力をかけ続けるとしている。ありがとうございます。